はい、おはようございます。おはようございます。はい、カモンマテリアル、はい、マテリアルの岡部五郎です。カモンのヒロです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は1月16日配信でございます。はい、はい、まあ、1月16日といえばですね、まあ、あの翌日17日が、はい、まあ、神戸ですね。そうですね、阪神淡路大震災があった日と、はい、もう26年ですよ。26年前ですね。そうなんですよ、26年前。だからほんまに20代ですよ、僕25なんで、その時。はい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 、そうですね、そうなんですよ、26でしょ、26ですね、そうでしょ、うん、もうなんか何ですかね、僕ちょうど、会社入って2年目なんですよね。僕一浪してるんで、2年目 で、うん、でもうなんか早く辞めたいなと思ってたんですよ、うん、で会社行きたくないなと思ってたら、はい、朝方僕家八尾やったんですけど、はいはい、八尾ですよ、けど震源地ね淡路じゃないですか、はいはい、南丹町とかそんなのに八尾で激揺れですわぐわーってすんごい揺れて、はいはいはい、で中2階やったんです僕の家で、ね、はい、部屋が、はい、僕の住んでた部屋が一応1戸建てやったんですけど、1階と2階の間の中2階っていうところで、そこで寝てたらもうぐんぐん揺れて、はいはいはい、でもう本棚から本がっしゃ落ちてくるからベッドの上にもう本が散乱してましたし、で、まあ、とりあえずね何が起こったのか分からへんから、はいはいはい、あの当時ほら、テレビビデオ、はい、テレビのブラウン管の上にビデオ入れるとこがついてて、入れたら勝手にビデオ始まるみたいなのあるじゃないですか、はい、あれを一応持ってたんで、それを慌ててつけて、で何やってんねやろうと思って、でもなんかその時はまだ全然分かんないんですよね、あの時すぐに情報が入ってこなかったんですよ ね、はい、で僕はねその時東京から帰ってきて、うん、ですぐやったんですけど、吹田に住んでたんですよ。はい、で吹田で、うん、まあまあ、あの新築の、はい、3階建ての、ハイズみたいな感じだったんですよ。うんうんうん、でその3階やったんですよ。うん、で、まあ、結構フローリング綺麗なフローリングで、パイプベッドやったんですよ。うん、パイプベッドね。むっちゃ揺れました。で揺れてる時間もむっちゃ長かったじゃん。最初なんかガタ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 来て、うん、ですぐ目が覚めて、うん、あ、まず地震かと思ったら、ずーっと揺れて揺れ出して、えっと思ってる時に、あの 1K やったんですよ僕。ああ、はいはいはい。でそのキッチンの方に、うん、多分洗って置いてたグラスがねこう落ちてパリンパリンって割れる音だけ聞こえるんですよ。ああグラス落ちてるわと思って、うん、むっちゃ長いから、はい、この3階建ての、いや、ほんであれでしょ、だから吹田ですよね、吹田ですよね。だからちょうどほら、あの高槻のとこに行ってたの、ね、あのだな、何やったっけ、なんたらダンスダンスね、ダンスね、はいはい、あれですよね、あれの上やもんね。そうなんです、すっごかったよね、長かったんで、そのハイツがこっちに倒れたら、うん、ベッドからこっち落ちたらいけるかなとか本当にね、関連時間がね、なるほどなるほどなるほど、なるほどなるほど、こっちに倒れたら、こっちに落ちたら、いや、一緒かとか、はい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 、で動けないですもんね、うん、いや動けないですよね、全く動けなかったですよ。はぁ、何分ぐらいとか覚えてます？いやどうなんでしょう、でも1分も揺れてないんちゃいます？うん、多分、いや、まあ、ね、分かんないですけど、僕だから八尾は1回揺れてもうすぐに収まったんで、あ、まあ、多少なんか下はグラグラ来てるかなっていうのあったけど、大きな揺れは1回だけやったんですよ。あ、大きな揺れ2、3回ありましたね。でしょでしょ、でも怖すぎて、まあ、怖いですよ断層の上は怖いよな。ほんま外出ましたもん、真っ暗の中。やっぱ近所の人もね出てきてるんで、でもう電気つかなかったんですよもう、はいはいはい、すぐにもう電気つかなくて、うん、で電話だけなぜか、はいはいはい、はい、つながってるわ、有線のやつね、あの、はい、電気使わへんね、そうですそうです、はい、ほんでうちの田舎がね丹後の方で、うん、はいはいはい、電話したら出て、あ、よう揺れたなみたいな感じで、あ、寝てたみたいな感じだったんで、いや震源地じゃないなと思って、なるほど、もう全くこう情報が入らない、そうですよね、電気つけへんからテレビも見られる、そうなんですよ、全く分からずにっていう感じでしたね。だから当時ってまだあの携帯電話とかも普及しなかったしね。ないですないです。ねえ、だから有線の電話が唯一やったし。はい、いや、でしかもテレビつけへんかったらね、テレビで何報道してんのか分かれへん。そうですね。はい、でうちもだから、うちは全然あの電気はついてたし、何もライフラインも何も大丈夫やったんですよね。はいはいはい、でテレビはつけたけど、全然そのなんていうんですかね、NHK のニュースつけても、その時はまだ
そこで地震があったぐらいしか言わないんですよ、はいはいはい、だからそこで何が起こってるとかっていうのは全く、なんでかというと、あの神戸の神戸放送局も震災にあってて、はいはいはい、あの全然情報を発信できなかったんですね、もうね発信できなかった、はいはい、だからあの多分ねテレビ局どの局も、うん、結局何が起こったかっていうのをすぐには把握できない。そうでしょうね、連絡もつかないから。そうそうそう、だからヘリコプターを飛ばしてやっと分かったみたいな感じでしょ。 あの道がもう全部潰れてるから、はいはい、そうですね、行けないですもんね、行けないから、うん、だからあの多分僕らが最初に見た衝撃的な映像っていうのが、あの阪神地区であの阪神高速が、はい、あの深井のところとかで折れて倒れてるみたいなのを、あのヘリコプターが上から舐めてるみたいな、あそういう映像を一番多分最初に見てるんですよね。そうですね、あの煙がもくもくと神戸方面に上がってて、あともうほんまにあの電車がこう転がってる、いやあの見た時はと思った。痛みですよね、痛みですよね、うん、びっくりしましたね、あれは本当に。いやえげつなかったっすね、はい、あれは。まああのこうやって僕らがすごい言うてるのも、まあ当事者というか、まあ一応その時代をにその場にいたから言ってるんですけど、すね、多分これ見てる人でね、うん、あの26年前ですから当然あの30ぐらいの人とかやったらあまりにも小さすぎてあんまり分かんないと思うんですよ ね、 ね、うん、だから30よりも下の人は分からな い、はいはいはい、多分30よりも上で、まあ、小学校ぐらいとか行ってたらあの時こうやったかな、こうやったかなとかちょっと覚えてるかなぐらいの話ですよね。そうです ね、 ね、だから多分この話分かるのは30代以上の人がなんとなく分かるんだろうなって、はいはいはい、26年ですもんね。26年ですよ、早いですね。そう考えたら早いですね。だから本当は去年が25年で、まあ、四半世紀やから、はいはい、まあ、いろんなところでその25周年特集じゃないけど、そういうのも本当は行われたりとか、まあ、実際行われて、はいはいはい、あのスペシャルドラマカンテレがやったりとかいろいろやってましたよね、はいはいはい、やってたんですけど、あのコロナのせいで、あまりそっちに話が持っていけなかったみたいなのが多分あったと思うんですけどね。何やろ、このコロナってある意味その災害レベルなんですよね、まあ、いろんなところで言われてますけど。そうですね。だからやっぱり四半世紀後にやってきたこう大災害みたいな感じですかね。まあもちろんその前にあの東日本もあったりとかするんですけどね。もちろんその熊本もあれば、その中越地震とかもあったし、まああの地震の後もういろんな災害が日本を襲ってて、うん、そうですね、うん、津波も地震も、はいはい、で地震地何地地崩れ、はいはい、うん、あの広島のね、地崩れもあったし、本当に日本って大丈夫かなと思うようななんか災害が続いてて、うん、災害ですもんね。で自然災害、ね、その上にコロナっていう、もう国ではどうしようもない全世界のなんかパニック状態になっちゃうような、そうですね、なんか えげつないものが今来てたりとかそうですけど、まああの、まあ、言うてる場合でもなく乗り越えていかなきゃいけないとは思うんですけど、はい、まあ、そんな中なんですが、やっぱりこの話だけはね、はい、やっぱこの、 あの26年前に起こったことがちょうどこの、はい、僕たちが配信する翌日、うん、がその日に当たりますから、ね、そうですね、はい、この話だけはちゃんとね、はい、やっておきたいなということでオープニングでちょっとお話をさせていただいたんですけども、はい、まあまあ、もっと多分それぞれあるんで、はいはいはい、もうその時のこと思い出したらいろいろ多分出てくると思うんですけど、まあ、こればっかり話してでもあれなので、はいはいはい、で、まあ、今日もね、はい、挑戦者も、実はこの話題についてという、はい、ところだったりするので、はい、まあ、早速ちょっと挑戦者をね、はい、お呼びした方がいいかなと思います。そうですね、はい、では高橋さん、はい、振るだけ振っといて、振るだけ振っといて、なぜか今日は挑戦者でございます、はい、挑戦者という挑戦者というね言葉がいいのかどうか、はいはいはい、まあまあまあ、まあ、一応ありかなしかなんで、はい、ありかなしかにいいのかどうかわからないですが、はい、まあ今日はちょっと、はい、そのこのプレゼンありかなしかの挑戦者として、はい、そうですね、高橋さんに、はい、今日はお越しいただきます。だから今日は今ここに座ってる高橋さんは、はい、シネマコミュニケーターじゃなくて、はい、高橋ひろゆきさん、そうですね、今日はアイラブ神戸、アイラブ神戸の高橋ひろゆきさんなんですけど、はい、はい、ということで今日は何の話を、はい、今日はね 1.17 の話をしますけども、はい、まあ、一応皆さん、まあ、いろんなね、まあ、26年前ですけどあると思うんですけど、実は震災族でございます、はい、
多分皆さんそんなに、ね、周りに震災遺族という方がいらっしゃらないと思いますね、まあ、5000、5000、6000人亡くなられてますので、一応震災遺族の一人として、まあ、こう今日は機会を与えていただいたので、はい、まあそのね、悲しさだけじゃないというところの話もズバッと、もう今26年でちょっと落ち着いてるんで、まあ、少し笑いも入ってもいいんじゃないかな。なるほど。変化させないためには笑いも入れながら、サスペンスも入れながらお話しさせていただけたらありがたいかなと。サスペンスだそうです。サスペンスでしょ、はいはい、その他の人は絶対震災でサスペンス調の話しないと思います俺の中かなと思いますけどね。はい、はい、はい、また笑うと怒られますからね。まあまあでもまあね、はい、今だから言えるっていう話をしたいと思います。はい、はい、あ、判定さん来たんですか。判定さんは、判定員さん、はい、来てください、はい、はい、今日はあのいつも判定員で座ってあるんで、はい、一人いないんですけど、はい、はい、はい、感動がしたんですか。はい、はい、はい、いただきますね。はい、はい、はい、それでは、いきます。このプレゼンありかなしかスタート。はい、改めましてよろしくお願いします。高橋ひろきです。はい、まあ、まず自分のその、1995年のね、はい、1月17日はどこにいたかというと、一応尼崎市に住んでまして、はい、尼崎も、震度6ということで揺れましたけどね。高橋家はまあそんなに被害的にはなかったんですけど、まあ、あの家中にいろんなものを置いてますんで、ひな人形落ちてくる、五月人形落ちてくる、クリスマスリル落ちてくる、そういう朝でございました。で、家族4人がみんな最近買ったものを壊れてない子を見に行ったというね、我々、ちょっと気楽なあの気分でちょっと家を出たっていう感じですけども、まあ、隣の方の車があったので、うん、車スイッチ入れて、あの、キー入れてラジオを聞いたんです。はいはいはい、我々ラジオはもう6時台ぐらいに、うん、震源地とか言うてましたんで、うんうん、まあ、そこからまあ神戸って流れてきたのがちょっとやっぱりね、うん、自分が もともと神戸市長田区出身なんで、うん、25歳まで長田区に住んでたんでちょっと嫌な思いもありました。うん、その時私、まあ、スーパー勤めてましたんで、はい、スーパーも気になって当日は自分の店に見に行きましたね。うん、あのその家とか実家は垂水区だったんですけども、うん、連絡がつかなかったんで、うん、どうしようかと思った時にまずやっぱり自分ちょっと店で店長させていただいてたんで、うんうん、店を見に行きました。はい、その時は、店自体は大丈夫でしたね。うん、ただそんでそんなに物も落ちてなくて、ちょうど、ね、店はどこやったんですか。店逆さ川なんですけど、ね、ちょうどね、あのバウンドした、うん、あの陳列台あるじゃないですか、うん、あれが倒れたんじゃなしにバウンド、うん、だから、1メートルぐらいで全部ボーンとずれたんですよ。だからそのままほんでちょうど、ね、在庫減らすと言われてたんで、あの余裕があったんで後ろに倒れたから前の落ちてないんで、破損金額としてはね、後で考えたらね2万ぐらいなんですよ。物が割れたりしたのが、それはちょうど良かったです。うん、ただその後次の日に営業しまして、うん、普段30万ぐらいしか売れない店が300万売れたんですよ。はい。ほんでその原田さんが本部から間違えちゃうからですよね。それは今でも恨みに持ってますから、ちゃんとあのちょっと団地の中にあったので、皆さんが買いに来てもう空っぽになりました、ラーメンとか。うん、まあそれ300万ぐらいでちょうど、うん、残高に入ったのかなっていう形でございます。で、そして嫌な予感っていうのがね、その震災遺族と言いますのが、両親は垂水区に住んでたんですね。もともと長田区に住んでたんですけど、土地で行った姉、10歳上の姉が灘区に住んでまして、岩屋北町でございます。はい、多分あのね、先ほど電車転んだり言ってますけど、はい、まあ痛みもありますけど、石屋川あたりも転びまして、はい、ちょうど、阪神の岩屋から大石にかけては、六甲山に当たった力が返ってきて、でなんか第二波の地震があったんですね。だそのぶつかった地域があの辺りではないかって言われてます。はい、でもともと古い家だったので1階に10畳の家があるわけです。あの部屋があるわけです。でそれで柱4本じゃないですか。えなら割合、うん、で2階にピアノ置いてあった。それで前は2階が1階になった。だからその見に行ったんですけど、あのここでまだ笑い入れちゃいますけど、ね、あの新喜劇のね舞台としてですよ、開けたら向こう瓦礫なのって、で正面から入ったら玄関を持ったら2階の窓なんですよ。うん、でもそれ開けると瓦礫なのって、そういうのを見ましたね。で、17は家、17番に多分実家から電話があって、うん、でちょっと姉の家の方がまずいんじゃないかっていうのを17日に聞いてまして、そして18日に再度、電話があって亡くなったっていう。一応姉と嫁いだ姉とその旦那さんですね、義理の兄2人が亡くなって、うん、子供2人は助かったって、うん、2階に住んであの寝てたんで助かったっていう形です。これが18日に、なるほど、辛いですね、電話かけてました。ほんで19日です、うん、
じゃあ、ちょっとその兄側の田舎が岡山だったので、うん、はいはいはい、お葬式は無神戸にできないということで、うん、本家でやるということで、うん、岡山に遺体を連れて帰るという話が急遽決まって、で、まず遺体確認をしてくれということで、うん、19日ですね、うん、発生から2日後に自転車で尼崎市から長久まで自転車で参りました、うんうんうん、もう本当にその時の光景っていうのはやはり皆さんテレビで見ただけだと思いますけど、もう実際問題はね、どこにどう力がかかってこういう潰れ方するのかなっていう建物が多々あって、うん、まあ電車は前のね、阪急電車も宿岸のところがダメあって、うん、なんか自転車で行くにもまっすぐ行けないね、うん、こう山に登ったり浜に回ったりって言ってやりました。ほんで、遺体確認がですね、王子体育館、王子、はい、あの競技場の体育館なんですけど、はいはいはい、で競技場はヘリコプターの基地と、ね、はいはい、着陸するところになって、で遺体は体育館の方に並んでました、うん、で結局まあ広い体育館にね、遺体がもうその時に何百ですね、寝てる中で生きてるものが少ないという状況を味わったという感じですね。でそれで、まあ、遺体確認で、まあ、手を合わしに行くんですけども、ここでね、なぜそういう百何体の、ね、遺体があったのに、偶然その時間帯に2家族ぐらいしかそのフロアにいたなかったんですよ。その順番に置いたかどうかわからないですけど、偶然に。でこちらその姉と義理の兄に、ね、遺体があるんですけど、うん、まあ横に3ヶ月ぐらいの赤ちゃんの遺体なんですよ、うん、それ別のご家族、うん、で若いご夫婦がいたので、うん、もうその人の横で泣けない、うん、もうだここよりもこっちってなって、もうそれを体験したので、うん、その震災で一番何が辛かったかっていうのは楽に泣けないっていうのがありましたね。その本当にこう自分の肉親の遺体よりもそっちの3ヶ月の赤ちゃんの遺体の方がすごかったっていうね、その奥さんの方もちょっと言ってしまいはりましたけどね、そういうのを経験しました。で21日の日に、岡山に行ってお葬式あったということで、その岡山行くまでもね一本で行けないじゃないですか、ですね、JR で、その JR で行くまでも何個か乗り換えて、今度明石かどっかに北側に上がるんですね、兵庫県の北側に上がって、ほんでまた角川通りとか、うん、そこからは岡山で一本でなったんですけど、そこでもまあ嫌なことがあって、うん、その姫路駅の売店に、まあ、新聞が届かないわけですよ、うん、地震などで、まあ、姫路の方はあんまり被害がなかったので、うん、結局ね、淡路から西側はあんまり被害がなかったんで、なんで新聞が来へんのっていう、ね、やり取りをね、売店のおばちゃんとやってたっていうのがすごくちょっと残念な思いしたっていうんで、ね、だからもうなんかやっぱり、ね、悲しい運のところもありますし、ひどいこともあるんですけど、やっぱこの関係ない人にとってはやっぱりその2日後やのに通常やったっていうのが、まあいいんですよ、いいんですけど、なんか不思議なこと、まあ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 、だからまあこのその4日間ぐらいで我々そういう、ね、遺体のこともありますし、いろんなことを経験させてもらいました。だからそこから自分としてはやっぱり罪にならん程度に、明日何が起こるか分からないんで生きていこうと思いましたね、逆に言えば、はい。でまあそうね、そうはいろんなって、ほんで子どもたちだけが残るのでただ大変だったんですけど、ね、ほんで42で亡くなったんですかね、要するにね、うんうん、でお兄さんも40で亡くなりましたから、同時に亡くなりましたから、まあ、変な話、遺産が、保険が、うん、億を超えちゃいまして、はあ、はい、これ億を超えますとですね、49日まではみんな涙流すんですけども、今後どうしようかっていうのがその話になっちゃう、はい、そっからが、ね、皆さん復興やうんや言うてる中で、こちらはもうそのお金の問題になったっていうのが、こちら嫁ぎ先ですから、はいはい、で向こうにちょうどご両親がいなくて、その向こう側のご両親も何年か前の1月17日に1月17日、はい、それは岡山に言い張って船の入水式ですか、はい、入水式で、はい、時に船が死んじゃった、1月17が向こうのご両親の命日なんです。その中でこれ1月17日偶然地震が震災があって死体がなくなったっていうのが42、3時に亡くなった1月17日、お父さんお母さんも42の時の1月17日亡くなってて、その旦那さんとでお姉さんも42の1月17日亡くなってる、はいはい、おいおいおい、そこが今度
自分の42の時に嫌やって言うてもう過ぎましたけど、そんなんがありましたね。マジですか。はい、そういう不思議なこともございましたけどね。はい、ちょっと今ほんまに俺ちょっとサブイボ立ってくるんですよ。でもまあこれもね、そういう意味だから運命かなと思いますけど、ただその、亡くなったね、その姉夫婦の子供も一時高橋家で預かっててるんですけど、そうですね、ただ向こうご両親がいないので、うん、このお金が絡むと向こうの兄弟対こちら親子でね、でそれが大変やって、で一応親の母親からしたらもう2人一緒に亡くなったっていうことでやったんですけど、あれ1分でも違うとこのお金の動きっていうのはやらしいんですけど、なるほど一回母親に行ってからみたいな話になったらね、でもあの時にもう何もなくて一緒の日付で2人が亡くなったことにしようということをやったのでそれで良かったんですけど、もうそういうのやっぱりね、人間ってやっぱり僕が超えちゃうとね、いろいろあって、でそこからこちらが何か言うとね、そのお金のことをやったんですけど、それで割合いろいろややこしかって、でまあやっぱり、孫とおばあちゃんが、はい、時間来ました、いますね、一緒に住むということでいろいろややこしかったんですけども、はい、でその、姉の夫婦の、息子の方がですね、結婚したんですけど、その奥さんも地震でお母さん亡くなりはった人と結婚したと。やっぱりそこら辺がね、やっぱり、ね、他の人とはやっぱそういう年度と日にちがあるのでできないということで、やっぱり一緒の痛みを味わった奥さんをもらったと、うん、まあ、はい、皆さん幸せに過ごしているということでございます。はい、はい、はい、すいません、超えましたね。いえいえ、と思います。はい、ということでございました。はい、はい、ですね、これ判定せなあかんのなかなかしどいです。どういう判定、どういう 判定ってもう丸も×も出さねえよね。もう裏が出せない、はいはい、判定はい、白いや無理無理、もうこれもう俺たちが何か言える話じゃないよ、はい、もうね、はい、ね、多分もう皆さんいろいろね、被災の方いらっしゃいますけど、こういう話ってまあ今だからできるし、こういう経験はちょっと貴重かなと。そうです、思います。はい、皆さん、強く生きていきましょう。はい、はい、ございます。まあ何でしょうね、そのうん、26年経ってるんでね、はいはい、確かにその今ついこの間の話ではないんだけど、うん、でも経験した人にとっては26年関係ないんですよね。たとえ26年前であろうと思い出そうと思えばもう昨日のことのように思い出したりとか、はい、いうことだったりとかすると思うので、本当にセンシティブな内容だと思うんですが、はいはい、まあおかげさまでというか、今や、ね、神戸も、はい、ね、もう復興を遂げたという形にはなってると思いますんで、はい、まあそういうその時に亡くなった皆さんのためにも、はい、まあ、これからも僕たちはね、はい、明るい未来を見ていきたいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。今日は次回いただきました、ありがとうございました。はい、ということでした。お疲れ様でした。はい、ということで、この空気の中で、あやさーん、はーい、これ、拒否者大変やな。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、お店の情報を、はい、お知らせに来ました。はい、はい、本日ですね、はい、16日、はい、ワイン会がお店の方であります。はい、はい、はい、ワイン会、ワインを飲みます。ワインを勉強しながら一緒に楽しみましょうっていう会になっております。このワイン美味しいやないかーいとか言いながらね。そうです。乾杯ってやりながら、はい、楽しもうと思っております。はい、15時から開始しますので、ちょっと早めに開始して、はい、まあ、時短のね、そうですね。はい、そういう状況もありますので、土曜日ですからね。はい、土曜日ですので、はい、はい、楽しみましょうということで、はい、ワイン会の値段が、はい、会費が2000円となっておりますので、はい、15時から開始いたしますので、ぜひぜひ、お越しください。皆さんあれですからね、ワイン飲むとき以外はみんなマスクしてますからね。そうです。はい、はい、ちゃんとね、マスクして、感染防止して、はい、で、うん、飲むときだけ下げて、飲んだらこう下げる、ね、はい。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、あと月曜日ですね、18日月曜日、はい、ジムラッシュがございます、はい、毎週月曜日走ってます。もうずっと大きくラッシュしておりますのでぜひぜひお越しください。はい、こちら19時スタートとなっておりまして、はい、18時から、お店の方に入っていただいて、はい、お着替え準備してもらって、はい、19時から走り出しますのでよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。こちら参加費が無料となっております、はい、じゃあ帰ります。はい、突然、はい、ありがとうございます。はい、そうなんです、ということで、今度はシネマコミュニケーターの高橋さん。はい、おはようございます。おかしいですね、シネマというのコーナーでございますけど、急いでいきましょうかね。でもまあ、ちょっと落ち着いて
きましたね、はい、じゃあ今日映画先週からね、神戸の映画の話してますけども、はい、今日も 1.17 ということなので、はい、神戸の映画をしたいと思います、はい、神戸在住ですね、これ漫画にもなってまして、はい、2015年1月17日に公開になりました。もともとサンテレビの開局49周年で阪神淡路大震災20年の映画になりました。これね、いつもね、神戸が舞台なんですけど 3.11 のことも少し入ってるという感じがあります、うん、監督が白羽光人監督で、はい、監督自身3月11日までなんですよ。おー、なんか、はいはい、そう神戸に住んでてその思いがあって3月11日誕生日というのがなんか縁というか不思議な感じ、不思議な巡り合わせだと言っていました。これも一応神戸阪神間ロケということで今映ってますかね、これ後ろが、はい、あ前かな、カーバーランド映っておりますけどね、はい、これ2015年が舞台になっております。はい、でその白羽監督がですね、その震災の前に撮った作品で、うん、シーズレーンというのがあるんですけども、はいはいはい、同じ監督です、はい、こちらは1993年4月8日に公開されました、はい、こちら当時 の、ね、あの歌手の方だったりが出てるちょっと恋愛ものなんですけど、これは震災後とこの神戸在住公開の時にこれね、震災前のハーバーランドが映ってます、シーズレーンに。はー、で神戸在住は震災後のハーバーランドで、同じ監督が同じカットで撮ってるので、その辺が里になってちょっと審査でちょっと話題になったので、全然、ね、DVD 化されてなかったんですけど、最近になってブルーレイ化になったということで、はい、これは一応貴重なんで、残していきたいというね。という話はちょっとね、あの、はい、足跡とかあの辺りのちょっとリッチなところが舞台のおしゃれな映画でもともとはやったんですよね、はい、あまり話題にならなかったんですけど、うん、一応震災とかがあって、それで、ここで大事だった時にちょっと話題になって、なるほど、作品で一緒のシーンがありますけど、だから建物がちょっと、まあ、はい、ハーバーランド自体その建物自体はそんなに売れてはないんですけど、うん、そこからいろんなのが建ったので、はいはい、モザイクあるかないかと。ああ、モザイク、モザイクね、あのモザイクですね、建物のモザイクがあるかないかということなんで、はいはい、すいません、すいません、神戸以外では分かんないかもしれない、モザイクっていう商業施設そうですね、そうです、はい、モザイクっていう名前の商業施設ですから、はい、あ決してあのいやらしいものが映ってるわけではないです、はい。すみません、ここでちょっと笑い入れときます、はい、一応この神戸大地のがやっぱりちょっと震災の後の、はいはい、こういうそういう気持ちのも入ってますから、意外とあのいろんな神戸の震災の映画ありますけど、ちょっとまあ前向きになるような映画なので見ていただきたいと思います。はい、はいはい、今日は以上、日本で映画をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、今日はということでですね。ですね。いや、ちょっとびっくりしましたね。いやもうさすがにちょっと117で被ってるっていうのはちょっと本当に取り合わせですね。いやでもね、なんでしょうね、そのやっぱり経験した人やからこそ言えることと言っていいことというのがあって、はい、まあ僕らはそのもちろんそのいたんですけど、決してその地でその目には合ってないので、そうなんです、あの先であったその姫路の方が全然違う、ね、そうそうそう、やっぱ大阪もやっぱそうです、そうなんですよ、本当に近くなのにすごい遠い、だってもう大阪市内普通でしたからね、そうなんですよね、うん、何にもなかったというか、あのもちろんその倒れたりやら何やらとかね、うん、あの壊れたとかっていうのはあったんですけど、だからといって大阪市内は普通にあのもう本当にビジネスも行われてたし、生活をしてたわけでしたもんね、はい、まあ、だからあの、まあ、もちろんね、支援に行ってた人たちもボランティアで入ってた人でもたくさんいたのはいたんですけどね、うん、あのまあ、なかなかその現場を知ってる人にしか言えない話、はい、そうですね、知れない話っていうのは、まあ、今日聞けたんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、今日、明日なんですけどね、7日は、はい、ぜひちょっとですね、震災のことを皆さん思い出してみて、知らない人はちょっとそれを調べてみるのもいいかもしれないですね、はい、はい、ぜひこの事実を風化させないように、ね、したいと思います。はい、ということで、はい、本日はこんな感じでございました、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。